常磐富岡インターチェンジは、福島県双葉郡富岡町にある、常磐自動車道のインターチェンジである。本校では、インターチェンジ近傍にある高速バス停留所である、常磐富岡バスストップについても記述する。東 IC は、2004年の開通以来、2015年3月1日の、全線開通まで、常磐自動車道の南側の終点となっていた。 2011年3月11日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による警戒区域指定に伴って立ち入りが禁止されたため、高野 IC- あたり IC 間は長期間閉鎖されていたが、同区間は2014年2月22日に再開通された。また、東 i c 以北の区間については、 ソーマ IC までの区間で2011年度の開通をめどに建設が進められていたが、原発事故の警戒区域内で建設が凍結状態にあるため開通の目途が立っておらず、旧警戒区域外の南ソーマ IC、ソーマ IC 間が2012年4月8日に先行開通した。東 IC は体制建設によって除染モデル事業が行われており、2012年7月まで、 実証実験が行われていた。その後、東 IC 波 IC 間が2015年3月1日に開通し、全線開通した。なお、東 IC の名称は、先に、群馬県富岡市の上信越自動車道、富岡インターチェンジがあることから、所在地の富岡町の名前に、常磐を関して区別したものとなっている。東 IC より東へ、約2 4キロメートル先には、 帰還困難区域のバリケードが設置されている。料金所の外に高速バスのバス停留所が併設されている。営業場のバス停留所名は新常磐交通が常磐富岡インター、東北アクセスが常磐富岡インター入り口。バス利用者のための無料駐車場がある。以下の路線はいずれも2011年3月に発生した東日本大震災以降は運休となっている。 AB 常磐自動車道高野 IC、常磐富岡インターチェンジ間の再開通について、東日本高速道路株式会社2014年1月21日付、常磐自動車道南相馬 IC、相馬 IC 間が開通。東日本高速道路株式会社、2017年1月12日閲覧。富岡町 AB 常磐自動車道の全線、開通について、 東日本高速道路2014年12月25日、掲載 ABC、常磐自動車道。福島県。2017年1月12日閲覧。常磐道、3年ぶり再開通行や、常磐富岡間の16キロ、日本経済新聞。2014年12月30日閲覧。ありがとうございます。